一般財団法人岡山県交通安全協会は岡山県内の地区交通安全協会を統括する交通安全協会。元岡山県知事所管。岡山県内の地区交通安全協会を統括する交通安全協会で岡山県内での季節単位で開催する交通安全運動をはじめ、自動車、自動二輪車の運転免許更新の伝達、更新事務。 申請書や収入証紙の委託販売業務、自転車などに貼る反射シールや、車輪のスポークに貼る反射材などの交通安全グッズの販布、交通安全功労者の表彰及び国や、全国法人への表彰推薦などを事業としている。また、運転技能工場のために、直営の岡山自動車学校、倉敷自動車学校、笠岡自動車学校を運営している。岡山自動車学校は、 岡山県岡山市中区円山にある自動車教習所。財団法人岡山県交通安全協会が運営している。1938年7月20日、岡山県下唯一の自動車学校、岡山県自動車学校が開校。1940年頃、財団法人岡山県自動車学校に改校 1970年、岡山県公安委員会より指定を受けて、指定自動車教習所となる。以来、約半世紀以上にわたって普通車、二輪車の免許取得をサポートし続けている。また、岡山自動車教習所との区別のために、岡山自動車学校とホームページでは表記している。倉敷自動車学校は、岡山県倉敷市中小にある自動車教習所。 財団法人岡山県交通安全協会が運営している。1963年7月24日、岡山県公安委員会より指定を受けて自動車教習所としてスタートする。以来、約半世紀にわたり、普通車、二輪車、大型車の免許取得をサポートし続けている。笠岡自動車学校は、岡山県笠岡市十番町にある自動車教習所。 財団法人岡山県交通安全協会が運営している岡山自動車学校に関するカテゴリー倉敷自動車学校に関するカテゴリー笠岡自動車学校に関するカテゴリーありがとうございます